皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。トサン TV トサンでございます。さあ本日も始まりました。トサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日はウクライナゼレンスキー大統領がアメリカを訪問しました。このことが情報戦でいかにウクライナが大勝利をしているのかっていう解説をしていきたいと思います。では参ります。まずはですね、平野さんですね、ウクリンホルムの平野さんのツイートからいきましょう。こんな感じ、すごい場面だということでですね、アメリカの議会にゼレンスキーさんが立っているですね、登壇している様子というのを表しておりますけれども、バフムートを訪問してからわずか36時間後に海を渡ってアメリカに渡っていたということで、アメリカを電撃訪問いたしましたね。このことについては皆様すでにご存知かと思いますけれども、実はですね、この議会の壇上でですね、この議長はペロシさんになるわけですけれども、ペロシさんにですね、ウクライナ国旗、兵士の方が名前をサインを入れたウクライナ国旗をプレゼントするっていう、そういう一幕がありました。うん、戦場で戦う、一人一人の兵士の皆さんをですね、アメリカの議会にまるで連れてったかのような演出が行われたということなんですね。で、この返礼としてこの議会に掲げられているアメリカ国旗がゼレンスキーさんにプレゼントされるっていうですね、そういう一幕も全世界に生中継されたということでございます。23分ぐらいの演説になりました。非常に堂々たる素晴らしい演説でしたね。うん。アメリカから、まあ本当に歴史的な規模の支援を今、ウクライナ受けているわけですけれども、お礼は言いつつ、決して引くずりならずですね、これは投資だって言い切りましたね。私も本当にそう思います。今の国際秩序や民主主義というものを守るための投資なんだってことを言ってますね。うん。ただの支援じゃないっていうことを、はっきりと議会で言い切りまして、20回以上もスタンディングオベーションがあったみたいです。だから1分に1回ぐらいもスタンディングオベーションしてたっていうことになりますよね。うん、スクワット会場みたいな状況になっていたっていうことなんですけれども、やっとついにですね、正式に、ホワイトハウスでの今度はバイデンさんとの会談になりますけれども、やっとパトリオットが、支援されるということが公式に発表されました。これも大きな成果だと思います。このパトリオットの、まあ、支援に関しては、もうロシアが、あれですね、慌てふためいてますね。そもそもですね、この戦争が始まる前から、ロシアはですね、パトリオットが自分たちの国境線に近づくのを嫌がっていて、再三三四文句を言ってきたわけですけれども、自分たちがロシアの世界プロジェクトを始めて侵略戦争をしたせいで、自業自得で、すぐお隣にパトリオットが来てしまうっていう状況になったということなんですけれども、実はですね、先ほどの議会でのゼレンスキーさんは演説の中でパトリオット以外の、支援というのも要請していたりします。それは何かというと、アメリカ製の戦車であったりとか、そして戦闘機の支援というのも要請をしている。かなり下り顔で要請しているんですけれども、ちょっと面白い映像なのでご覧いただきたいというふうに思います。この演説の中でゼレンスキーさんがどういうことを言ってるかっていうと、ウクライナ can operate American tanks and planes themselves って言ってるんですね。うん。ウクライナはアメリカ製の戦車とか戦闘機を操縦できますよっていうことを言ってるんですけども、その時の表情ですね。ご覧いただきたいと思います。こちらでございますね。うん、この顔ですね。この顔。うん。はい。いいですね。うん。ものすごい下り側で、うんうんってやってましたけれども、まあ、議会での演説なので、もうアメリカ議会も拍手せざるを得ないということでね、もうバーって拍手が沸き起こっておりましたけれども、ぜひですね、F-16 戦闘機の支援というのも本格化させていってほしいなという気がします。やっぱり航空優勢が取れないと、なかなかですね、ウクライナが、解放地を広げられないという現状が今、現在ありますので、こちらの方の話もパトリオットの次のステージに進んでいってほしいなという気がします。で、実はこの戦闘機支援の話をするのと同時に、23分の演説の中では、結構興味深いというか、そりゃそうだろうなってことをゼレンスキーさんはさらに添えていってるんですね。支援には感謝していると。しかし、この支援というのは、現在の戦いでウクライナが耐えるための支援ではなくて、勝利へのターニングポイントにするための支援を期待しているってことを言ってるんですよ。それがまあ戦闘機というところですね。見事な演説だったというふうに思います。
で、これがですね、実は情報戦においてもウクライナが大勝利をしたっていう象徴的な、まあ、あの、情報になったんですけれども、実はゼレンスキーさんがアメリカを訪問する前に、ロシアで一つのことを発表してます。それがこちらでございますね。マサノブ佐藤さんです。よろしくお願いします。ちょっと今日もですね、マサノブ佐藤さんの情報を多用させていただきます。ISW の翻訳をトピックスごとに切り取って、この1ツイートにまとめてくださりながら、出してくれるんですよ。ものすごい使いやすいんですね。本当にいつもすみません。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。では参りましょう。アメリカ戦争研究所 ISW 12月21日の報告でございますけれども、ロシアのショイグ国防相が、ロシア軍の兵力を、69万5千人の契約軍人を含む150万人に増やすことというのを提案してきました。本決まりじゃないです。まだ提案してるだけなんだけども、現在だいたい100万人ぐらいの軍隊ですので、1.5 倍にするっていう提案をしてきたっていうことです。で、ISW の分析ですと、実際には不可能だろうという分析を ISW はしてますね。うん。それよりも通常兵力を 1.5、戦力を 1.5 倍にするっていうことで、まだまだロシアには体力があって、まだまだお前らに、周りに脅威を与えてやるからなと。それが嫌なら、停戦交渉の場に乗ってこいっていうメッセージじゃないかっていうことを ISW は、一応分析しております。うん。まあ、要するにロシアはもう肩で息してるっていうことですね。うん。しかしゼレンスキーさんが訪米をして、パトリオットの供与が正式に発表されて、さらにアメリカ議会の壇上で戦闘機まで支援してくれっていうことを正々堂々と言って拍手もらってるような状況なので、まあ、ロシアの目論見っていうのはもう何一つ実を結んでないということですね。一応付け加えて言っておきますと、この150万にもし戦力を、これプーチンさんがサインしたら本当に実行されることになるんですけれども、150万人にするっていうのはウクライナに投入するだけの話じゃないですからね。うん、ロシアのいろんな戦区がありますけれども、極東の戦区も増員をするので、日本の目の前のロシア軍も圧倒的に増えるっていうことですね。うん、で今、中国を頼みの綱にしてますので、また津軽海峡ですね。ロシアと中国の船が嫌がらせで渡っていくみたいな、そういう事例、あとは、日本のすぐ横の海で、合同演習をするなんていう事例も、本当にこれ150万人したら増えていくっていうことになります。どう考えてもロシアというのは我が国の敵国だっていうことですね。この認識は持っておかないといけないのかなという気がします。うん。まあ要するに脅して、今占領しているところをですね、確固たるものにして成果にしたいんだけども、全然それには乗ってきてないと。うん。むしろゼレンスキーさんの動きの方が際立ってしまってる、完全にやられてしまってるっていうことになりますね。さらにゼレンスキーさんというのは今回アメリカ行きました。その前にはバフムートに行きましたよね。最前線に行きました。で、ヘルソンにも行ってるし、まあ、例えば戦線東部もそうですし、ハルキウ方面の北もそうですし、要するに現場の戦場に顔を出すわけです。で、これと対象になる行動を取れてる人が、ロシアの国内にはいないわけですね。プーチンさん戦場行きません。というところで、国防大臣であるショイグさんがですね、なんと、戦地、バクムットですね、バクムットの空をですね、視察に行ったっていう映像を流してきたわけですよ。うん。ゼレンスキーさんやってるけど、ロシアだってやってんだぞっていうことですね。で、映像を流してきたんだけれども、その映像が切り替わると、まあ、こんなようなところが出てきまして、もう、青々と草が茂ってるわけですよね。もう今、12月も半ば過ぎましたっていうことで、こんなに青々と草茂ってるわけねえだろってことで、お前、行ってねえなっていう形で、ロシアの国内でまた、批判にさらされてるってことですね。嘘ついてたのと、言ってねえだろっていうことですね。多分言ってないです。うん。ということで、対照的な、まあ、行動が取れませんということですね。ここでも、ゼレンスキーさんの動きには全く勝てていないということです。で、そんな中、ゼレンスキーさんは兵士の皆さんに、勲章を授与しました。で、プーチンさんも同じく、まあ、モスクワですけどね、戦地ではないですけれども、キャサリンホールというところで、国家賞か。っていう賞をまあ受賞しました。これに関しては対照的な動きをまあ一応ね、一応やったわけですけれども、事情が全然違うわけですよ。ロシアはなぜ、こういうことをしなければいけなかったかというと、戦場ではウクライナ軍に負けっぱなしなわけです。一時占領した占領地の半分を失うという状況になっておりますね。まだまだロシアは動員を続けなければいけない。
さらに西側の制裁が続いていて、今インフレ率は 12% を超えています。一般庶民の生活が良くなることっていうことはもうないわけですね。どん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 苦しくなってくる。生活が苦しくなってきているのに動員にも参加してもらわなければいけない。欲しがりません、勝つまではっていう状況を受け入れてもらわなければいけないという状況があるんですよ。この時に活用したいのがミルブロガーと呼ばれる人たちになります。軍事ブロガーというふうにも呼ばれますけれども、これは何もブログを書いていて読者がたくさんいる人たちだけを指しているわけではなくて、もう少し広義な意味になります。例えばこちらの方は、ですね、スラドコクさんという方なんですけれども、この人はロシアの国営メディア、テレビとかラジオの戦争特派員になりますね。戦争特派員になる。要するに、今回の特別軍事作戦、この侵略戦争を肯定していて、情報発信の強い人、影響力の強い人をミルブロガーと呼んでいるわけですけれども、この人たちは、特別軍事作戦には賛成している。侵略戦争を賛成している。さらに動員にも賛成している。で、西側の悪魔化ですね。ロシア悪くないと、西側が全部悪いんだっていう西側の悪魔化の情報もいっぱい流してくれている。けれども、国防省は痛烈に批判しているっていう、そういう人たちになります。使い勝手があるけれども批判もしてくるっていうような、かなり扱いにくい厄介な人たちということになるんですけれども、この人たちをクレムリンは潰せません。うん。弾圧できないんですね。役に立ってるから。じゃあどういう手立てを今講じているかと言いますと、ちょっと ISW 行きましょう。21日の報告になりますね。はい。ちょっと日本語に和訳してありますけれども、作業部会なるものを12月の20日に作ったということが書かれています。作業部会。で、この作業部会というのは何をするための部会なのかというと、国防省に対して批判があるじゃないですか。その批判を封殺するんではなくて、ちゃんと聞き入れますよと。で、聞き入れた情報をまとめる作業、報告書としてまとめる作業をするための作業部会なわけですね。で、先ほど紹介したスラドクさんもこの中に名前が入ってますね。こういう形で今懐に入れて飼いならそうというような、まあ苦肉の策をやっているということになります。で、一般市民の、まあ特にお金のない貧乏人をですね、なんとか、欲しがりません、勝つまでは状態にしたいということでございまして、国内ではこんなわけのわからん CM を流していたりします。で、この CM は何かと言いますと、まああるおじいちゃんがですね、食品店で買い物をしているわけです。で、買い物をするんだけれども、財布を見たらお金が足りないということで、手にしたソーセージをもう一回棚に戻すわけですよ。生活が苦しいなということで、このおじいちゃんが取ったのは、愛車、長年連れ添った愛車をですね、車屋さんに売るっていう、そういう決断に迫られるわけですよ。で、車屋さんに査定をしてもらうんだけども、サインをするっていう最後の最後でですね、値段を半額に値切られるわけです。それは何とも言えない気持ちになるってことですけども、まあ、熟慮の末ですね、まあ、しょうがねえか、金がねえからしょうがねえかということで、車を売る決断をするんですね。で、もう一回車屋さんに行きまして、まあ、いよいよ契約書にサインをするっていう、その寸前で、多分孫だと思うんですけども、お孫さんがですね、軍服を着て現れて、その契約書をビリッて破るんですよ。俺が、動員に参加してお金もらってくるから、金稼ぐから、車売らなくていいよっていうですね。みんな動員に応じて戦地に行きましょうっていう、そういうまあ CM なんですね。もうわけわからんじゃないですか。うん。おじいちゃんが孫に望むことは、自分の愛車よりも孫の命ですよね。うん。もうわけのわからん世界が展開されてる。これ以外にも、例えば娘がスマホ欲しいけど金がないと。さらにお父さんはベテランの優秀な兵士だったのに、なんで軍事作戦に行ってないのみたいなことを娘が言うんですね。で、スマホを買ってあげるためにお父さんが、動員に、行ってですね、戦地に行きまして、半年後に戻ってきて、スマホをプレゼントするっていう、そういうわけのわからん CM も一緒に流していたりします。こういう形で、今、ロシア国内の情報弱者の人たちを動員に駆り立てる、そして貧しい生活に耐えさせるための、プロパガンダの CM なんかを流しているわけですね。うん。しかし、これとて、じゃあうまくいってるかっていうと、ちょっとお金のある人たちが何やってるかっていうと、こちらでございますね。タイに旅行に行ってますっていう話で、今タイではですね、ロシア人観光客が爆増しておりまして、地元ではロシア革命だって言ってですね、大騒ぎになってるっていうですね、ニュースにもなってるっていう、こういう状況になってるんです。うん。ちょっと金があると、軍事作戦なんか全然興味がないわけですよ。うん。被害被りたくないということなんですね。
なので、ロシア国民が盤石で、ロシア政府のロシア世界プロジェクトを支持してくれてるかっていうと、そういうわけではないんですよ。そんな時に、ミルブロガーと呼ばれる、まあ、軍事ブロガーの人たちが、西側を悪魔化してくれたりとか、軍事作戦に賛成してくれたりとか、あと動員にも賛成してくれるっていう状況があるので、潰すに潰せないから表彰もして作業部会も作ったっていう状況がある。で、最後に、こんな中、このミルブロガーと呼ばれる国防省を批判する人たちを潰せないのをいいことに、暗躍している犯罪者兼シェフというのがいます。それが、こちらの人ですね。はい。プリゴジンですね。うん。ワグナーグループ、ワグネルの創設者であるプリゴジンさんですけれども、この人が、ゼレンスキーさんの動きに対照的な動きができている人がいないっていうことを言いましたよね。プーチンさん戦場に行ってないし、あと、ショイグさんも視察したって言ってるけど、嘘だって言って批判を浴びていると。中、勝手にゼレンスキーさんと対照になるような動きを勝手にやりましたっていう話。これバフムートらしいですけれども、どこかちょっとわかんないです。バフムートらしいです。本人が言うには。で、なんかこう服着てですね、ダサい服着て、ゼレンスキーさんとですね、直接会って対話する用意があるっていうことで、ゼレンスキーさんが前線に行ってる対照的な動きを勝手にこの人はやったわけですよ。で、プリゴジンさんという人は、現在保守運動だったかな。なんか団体を作っていて、それを正当にしようという動きもしているっていうことが言われてます。政治家としてデビューしようとしてるっていうことですね。つまり、どんどん裏の人から表に顔を出そうとしてるんですよ。さらに、ワグナーグループに関しても、こちら、またマゾンさんですね。お願いします。ですね、ワグナーグループの、退役した人たちを正規の軍の退役軍人と同じような地位を与えるように要求しているっていうことなんです。ワグナーグループというのはそもそも民間軍事会社だけども、ロシアの政府はこれを、法律で禁止されてるから認めていなかったんですね。警備会社だって言い張ってたんですよ。ところがもう正規の軍と同じ扱いにしろっていうことまでこのプリゴジンさんは要求をし始めてる。どんどん表に出ようとしている。うん。さらにそのバフムトで頑張ってますよとかいろんな宣伝をすることで、人気者になろうとしてるわけですよね。うん、この人にまだなんですかね、公的な地位というのをロシアは与えていないので、警戒は多分してるんですけれども、この人を潰しきることはできない。ミルブロガーを潰せないのと同じように潰すことはできないわけです。ロシアがこの戦争に敗れたとき、クレムリンが一般国民の批判にさらされたときに、今のこのプリゴジンさんという人がロシア解体の中心人物としてうごめくかもしれないということですね。ロシアは、今、ゼレンスキーさんの動きに対して全く対抗できうる動きをしてなくて、ますますロシア崩壊に向けて一歩二歩三歩とどんどん突き進んでいるような状況があるんじゃないかという、そういうお話でございます。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。